注目するアニソン歌手、支持される理由とは。今夜のゼロカルチャー、主なラインナップはこちら。今海外で絶大な人気を誇るアーティストがいます。日本人女性歌手のリサさん、彼女が注目されるわけとは。先月上海、1万人を超える観客をパワフルな歌声で盛り上げたリサさん。他にもアメリカやメキシコなど世界各地でライブを行い、海外からも注目されている。さらに日本でのワンマンライブでも客席には外国人ファンの姿が。中にはこのライブのためだけに来日した人も。 I came from Scotland. She have this perfect balance between like heavy like rock music and kind of pop idol feel. She has the power to convey emotion through her voice. Even though I don't understand the lyrics, very interesting.2011年にデビューしたリサさんは、これまでアニメソングを10曲以上歌ってきた。海外のアニメフェスにも数多く招待されライブを行っている。彼女の特徴、それは全身を使って表現するパフォーマンス。その姿に多くの外国人が魅了されていった。そんなリサさんには常に心がけていることがあるという。リサさん、ちょっとはい、足がめっちゃ恥ずかしい。筋肉がすごくて、競輪選手みたいな、ずっと走ったりとか自転車乗ったりとかしてるんで、やっぱりずっと動ける体が欲しくて、なんかやっぱ疲れてくるとライブで歌がおごそかになっちゃうのがすごく嫌で、ずっと歌える体が欲しいって思って、とにかくめちゃくちゃ鍛えてますね。そして海外ファンのためにこんな活動も。はい、やってまいりましたリサ TV。 それはインターネットの番組。自身の活動と日本のカルチャーを世界100の国と地域に毎月紹介している。さらに撮影の移動中には。どういったことをやってるんですか？今、私が発信したいことをジェンに英語バージョンと中国語バージョンにしてもらって、写真と一緒に Facebook に上げています。実はリサさん、 Facebook は英語と中国語でコメント。さらに日本人アーティストには珍しく、中国版の Twitter、Weibo にも公式アカウントを持ち、ファンと交流している。日本語でやってると日本人に向けてやってることでしょって、こう自分のこと以外のことのように感じてしまうんですけど、自分の国の言葉のものを読むと自分のためにやってくれてるんだなって感じてくれているので。おめでとう、おかえりって。そんな彼女の今後の目標は。待っていてくれるみんなのところに行きたいですね。こうリサに会ったらなんかすごい元気になったなとか、リサのライブに行ったらすごい楽しいことがいっぱいあるんだなって、みんながそんな風に感じてお家に帰れるようなライブ作りっていうのをいつもしたいなと思ってます。